アラン・コンヌは、フランスの数学者。アイ・ヘイズ、コレージュ・ド・フランス及び、オハイオ州立大学教授。作用素関論や非科観器化の研究で知られる。高等師範学校卒業後、CNRS、パリ第六大学を経て、アイ・ヘイズ教授となる。1982年に、フィールズ賞。2001年に、クラフォード賞を受賞した。1984年から、 コレージュとフランス教授を兼任。1970年代に、富田、竹崎理論や調積などの手法を駆使して、単写的、または従順、外有限、超有限と呼ばれる良い近似的性質を持つ種類の、フォン・ロイマン間の構造を解明することで、フォン・ロイマン間の分類を劇的に進歩させた。その後1980年代に波層構造などに、対し付随する作用素感を与え、 軍作用やより一般の力学系による対称性を込めた構造の持つ性質をこれらの作用素間の性質によって特徴づける研究を行った。アキアシンガーの指数定理の様々な拡張を確立するという立場から力学系による対称性を持つフレドホルム作用素の指数を捉えるための系理論の研究や、また一般の間に対して定義され多様体のど、 ラームホモロジーを特別な場合として含むような巡回コホモロジーの研究を行っている。このような作用素間論の幾何学への応用を通じ、席の交換法則が成り立たない、作用素間によって表されるような非可観空間を扱う、非可観幾何のパラダイムを提唱した。1990年代には他の数学者と共に、量子ホール効果、超限理論、ループ量子重力理論、 格子ゲージ理論など様々な量子力学的概念に対し非可換期化の手法が有効であることを示している。また、同じ時期に数論的な構成物に対しても非可換空間の構成が可能であることを示し、有数対 Q のアデール類の空間 AQX に対する自然な力学系からリーマンゼータ関数の 0. 点のスペクトル実現を得ている。ありがとうございます。